ありがとうございました。こちらでよろしいですか。まさに5月3日憲法記念日にふさわしい講演会となりました。私たちのご先祖様がどんなふうに歴史を紡いできたのか、そして実際に子どもたちはどんな教育を受けてきたのか、各解説者の先生方のお話を聞く中で一緒に教育を取り戻していきましょう。それではあと開始5分ほどになります。今しばらくお待ちくださいませ。それでは定刻となりました。改めまして皆様こんばんは。こんばんは。本日はこうした祝日の夜にもかかわらず皆様にお集まりいただきまして心から感謝申し上げます。ただいまより憲法記念日特別講演会日本の教育を取り戻せを始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。本日司会をいたします佐波優子と申しまして、後半は佐藤和雄さんが司会をいたします。それでは国歌を斉唱いたしますので、皆様どうぞご起立の上正面の国旗にご正体をお願いいたします。ジェイソン・モーガンさんが言っていまして、最初桜井義雄さんが
日本に男がいるのかとおっしゃってましたけども、男がアメリカ人がそういうふうに言わなきゃならない、情けない状況になりました。私はこれも全て教育が原因だと思っています。で、実はあのハート出版さんから高等科修士男子用ということで高須先生の著書が届きました。これで10巻目ですよね、確か11巻ですか、11巻目ということで、せっかく の記念日ですから、あのこれの紹介をしましょうよと、この本の回復なくして日本の回復はないと思いますからということで、ハート出版の社長を口説きまして、わざわざこの花束を用意していただいてありがとうございます。この教育の問題もう一点考え直すという機会にしたいと思います。明治維新で幕末の志士たちが立ち上がりました。そして昭和敗戦になってもあっという間に日本は復興を遂げました。この人たちの教育というのはこういった教育がベースになっています。やはりこういった教育を一旦取り戻さないと、いわゆる偏差値教育ばっかりで、いわゆる人格教育、何のために自分は学ぶのかということの教育がなされていなかった、これは根本原因だと思いますので、今日は皆さんと共にその過去復国系教科書をですね、皆さんどのように学んでいたのかということを各解説者の方に登壇していただいて、共有をしたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。加藤さんがおっしゃるように、確かに憲法と教育というのは切っても切れない、欠かせない問題ではありますね。そうした中、この復刻版教科書シリーズというものが世の中に出たということが大きな意義があると思います。で、ここで皆さんにお聞きしたいんですけれども、このハート出版が出しております復刻版教科書シリーズ、1冊以上でも持っているという方はどれくらいいらっしゃいますか？もう会場の9割くらいの方がもう持ってくださってますね。もう非常に素晴らしい教科書だと思いますので、さあこの素晴らしい企画をしてくださいましたハート出版の代表取締役の日高裕明さんに、この後皆様にご挨拶をいただきたいと思います。それでは日高社長、お願いいたします。こんにちは。ハート出版の日高でございます。大変過分なるご紹介をいただきまして、恐縮しております。すいません。本日はですね、大型連休というお忙しい中にも、このようにですねたくさん集まっていただきまして、誠にびっくりしております。本当にありがとうございます。本日の講演会の企画は、全て佐藤さんが、準備して計画していただきました。タイトルもですね、日本の教育を取り戻せ、そして、その題材もですねハート出版の 本を全部紹介すると、まあ11点ありますけども、それを喜んで今日は持ってまいりましたので、よろしくお願いします。初め、この本を出そうとした時にですね、ちょっと、軍国主義の復活だとかですね、ウルトラライトじゃないかと、いろんなことを言われるんじゃないかと心配しておりましたが、意外やですね、大絶賛でありました。そういうわけでですね、一つ一つの本を紹介していくわけにはいきませんので、簡単にですね、ここで時間の中でですね、この本の、読者からの声をですね、ここでちょっと紹介したいと思います。初等科国史、今のどこの国が作っているのかわからない教科書と比べ羨ましいほどの内容、読み物としても面白いです。東京都女性54歳、大人でも読み応えのある文章で、事実の羅列のような現在の歴史教科書とは違い親近感が湧きます。大阪府男性34歳、
高等科国士、日本は天皇陛下を中心とした神の国であることを再確認できました。愛知県男性52歳、目から鱗、現代の歴史教科書がいかにペラペラか痛感しました。兵庫県男性62歳、中東歴史最良の資料でパラパラと見ただけでワクワクしています。兵庫県女性78歳、目次を見るだけでも意外な構成さに驚かされる思いです。東京都男性42歳、次に初等科地理、産業や気候地形なども詳しく書かれていてとても分かりやすい。神奈川県男性14歳、夢中で読んだ、視点に揺るぎがない、民族としての自信と愛の気持ちに満ち溢れている。長野県男性87歳、良い子供、初等科出身、低学年版、戦前戦中戦後の庶民の生活を勉強しています。当時の子供たちが見ていた教科書を、知ることができて参考になります。東京都女性42歳、明らかに戦前の教育が優れています。島根県男性84歳、それから初等科出身、復刻された終身教科書を読むとこれこそ私たちが学んでおくべきものだったと驚き、後悔の念が湧いてきます。青森県女性35歳、この本によって崇高な人々に触れ豊かな文化と歴史精神風土に誓意を受けたことに誇りと感謝の気持ちであふれています。埼玉県女性80歳、高等科出身、男子用、日本人として今一番振り返るべき本だと思いました。大阪市男性64歳、この一冊で教育の大切さが分かりました。東京都男性41歳、読み方上下巻、懐かしくなって涙が出ました。静岡県女性88歳、言葉が美しく子供のためにと思って作られているとても良い本でした。愛媛県、女性75歳、初等科国語、中学年版、もう一度伝統的な価値観を取り戻すために必読の書です。石川県男性65歳、今の時代に必要な道徳心が学べる教材に感銘を受けました。福岡県女性37歳、次に、初等科国語、高学年版、かっての日本語はなんて美しいのだろうと思います。北海道女性71歳、大事な国民の常識を知りました。国の教育に活用を希望します。千葉県男性77歳、最後に国民霊峰、この本を子供の頃読んでおれば恥をかかずに済んだと思います。日本人として当然身についてついていた礼法常識をしっかりと認識することが大切だと常々思っておりました。まさに的を射るタイムリーな一冊です。東京都女性60歳、以上このようにですね、大変素晴らしい評価をいただいております。まさに、100年に一度のですね、国難の時代です。我々はどうすればいいか、今日は解説者にですね、素晴らしい、人気引っ張りだこの解説、講師をお招きしておりますので、いろんな角度から、戦前戦中の教育について熱く、語っていただきます。普段のテレビでは聞けない、内容だと思います。ではよろしくお願いします。平田社長ありがとうございました。皆様、今の感想一つ一つお聞きになっていかがでしたでしょうか。教科書であるにもかかわらず、これだけ多くの人の胸を打つことができた、これはまさにもうすでに日本の教育を半分は取り戻していると皆さんも思いませんか。これだけの素晴らしい企画の教科書、これから一人一人の解説者の先生にどういった教科書だったのか、一つ一つ解説をいただきたいと思います。それでは早速ご紹介をさせていただきます。復刻版シリーズ、高等科国史などを担当されました三浦小太郎先生、お願いいたします。
はい、三浦小太郎と申します。私が、今日最初に喋らせていただくのはですね、実はあの最初の、初等科国史でしたかね、あれが第初出版からの第1弾の解説が多分僕だったからということが、あるのかなとは思います。その後高等科国史もやらせていただきました。そしてあの今日のですねラインナップからすると、どう考えても、皆さん私以外の人の話を聞きたいでしょうから、最初に、まあ、あまり面白くないのは一番トップの方が皆さん気が楽かと思います。ですね、もうあのこの教科書についていろんなことがもう語られていると思いますし、今、読まれた方々の、感想も出ました。ですから少し今日は少し違う角度で話をしようかと思ってます。まず一番簡単なことを言いますと、この教科書の題名は国史なんですよね。今学校で教えてるのは歴史教科書です。この違いが根本的なものです。私は歴史と国史というのは、あるいは教科書と歴史というのは基本的に分けて考えています。中学生、高校生、まだ自分のアイデンティティ、日本国民としてのそういう国家国民の意識がまだ明確でない時代に教えるべきこと、これは歴史ではなくて国史なんです。我が日本国の歴史なんです。歴史というのは、これは万国それぞれの国の歴史があります。ですから、まあ、日韓併合一つをとってもですね、韓国の歴史もあるでしょう、日本の歴史もある、あるいは当時の、まあ、新帝国から見た日韓併合の歴史もあるでしょう。私はそれはそれぞれ尊重すべきだと思ってます。たとえ意見は違っても、一定の事実に基づいている限りそれは全て尊重されるものでしただと考えています。しかし日本国民の義務教育課程では国史を教えなければ日本国民にはなりません。教科書が、戦前戦中の教科書が私は歴史学的に全て正しいなどということを言うつもりはありません。しかし確実なのは、明治以降の教科書、少なくとも大東亜戦争で敗北するまでの教科書というのは日本国民を作るための国史の教科書だった。これが今、まあ、本日、藤岡先生が、いらっしゃっておられるので大変言いにくいことですけれども、例えば今の新しい歴史教科書にしても、今の文部省の体制下、今の、まあ、文部省だけ悪く言ってもしょうがないですね、今の戦後体制下では歴史教科書としてしか発行できません。私は何も日本が全部正しいとか日本が全部素晴らしいとかそういうことを歴史として言ってるんじゃないです。ただ、例えばある人間が子供の頃、自分が生まれて世界に向けて自分この国で、そしてまた世界で生きていくためには、まず自分というものが肯定されなかったら日本の足で立つことできないでしょう。お前が生まれたこの国は極めて恥ずかしい国だったと、お前が生まれたこの国に対してはこういう別の意見があると、お前が生まれたこの国の歴史にはこういう批判があるとか、それは成長の過程で学んでいくことだと思います。自分で見ていくことだと思います。しかしそれを義務教育の過程でやるというのは悪しき洗脳教育です。日本国が、まあこれはまた意見があるかもしれませんが、日本国の政府と日本国の文部省が日本国民の子である子どもたちに反日の洗脳教育をして何の意味があるんですか。まず私たちが子どもたちに学ばせるべきものは国史だということがまず原点です。その国史をどのように、例えば戦前と同じ国史である必要はないでしょう。明治大日本帝国の時代、まあ、もっと古く江戸時代、さらにまた古代の時代、それぞれの国史は私は違うと思います。ですから大東亜戦争の敗戦という
またその敗戦はしたけれども一定の歴史的成果があったという、それを経た新しい国恥を作らなくちゃいけないので、私は今この戦前戦中の教科書が復刻されているのは、私は新しい国恥を作るための一つのステップだと思います。そのためにはかっての国恥がどんなものだったかを学ばなければ次のところには作れませんよね。そういう点ではハード出版のやってくださったお仕事は大変日本国のために、日本国の歴史教育のために、おそらく出版社の方々がまだ意識されていないレベルで大きな業績だったと思います。一つのその国恥ということの例だけ挙げておきます。例えば私が、解説を書かせていただいた諸島各国史とかでは、実は豊臣秀吉っていうのはすごい評価高いんですよ。なんでかと言いますと、これは朝鮮征伐なんです。大陸侵攻なんですよね。つまり豊臣秀吉の時代、戦国時代の時は日本は非常に対外的に積極な政策を取っていて、日本人も海外に出ていく意思があった。むしろ江戸幕府の鎖国はそれを閉ざしてしまった。あえて言うとそういう書き方がしてある。それはあの時代にとってそのような国史が必要だったということです。今はまた違う解釈があるでしょう。あの時点での鎖国というのは必要だったんだと。それは今の時代が新たな一定程度の鎖国を必要としている時代だからです。これが国史というものはそれぞれの時代において、それぞれの国家において作られていかなくてはいけない。これは歴史の歪曲じゃないんですよ。国家としての今の私たちのあるべき姿を子どもたちにまず認識してもらって、いやそうではないという生き方をする子どもが出ても全然いいんです。最初の教育というのはまず今の過去の国史、そして今の国がどのように立つべきかという国史を教えていかなくちゃいけない。それが実は戦前の教科書では戦前戦中においてはできていたし、おそらく世界のどこでもそうだったと思いますね。ですから例えば極端な例を言いますが、例えば今朝鮮学校で使われている歴史教科書、これはダメです。なぜかというと基本的な事実が間違っているので。朝鮮戦争は北朝鮮が起こしたと書いてますから。あと今ちょっと直しましたけれども、大韓航空機はでっち上げだったとか、そういうことが書いてありますので、これは基本的な事実が間違っておりますから、それはダメです。しかしそうでない限り私たちは国史というものをもう一度取り戻さなくてはいけない。それがこの教科書の原点だと私は思います。さらに申しますと、高等科国史、この歴史の高等科歴史、この本は読んでいただくと、高等科の世界史ですね、失礼します。この本は読んでいただくとものすごく面白いです。今の歴史教科書というのはアジアというと大体中国と朝鮮半島しか出てこないんです。アフリカや東南アジアの国々がこんなに詳しく出てくる歴史教科書は私は正直言って初めて見ました。もちろんこれも大東亜戦争前夜ということがある、大東亜戦争中ということがあるでしょう。しかしそれも含めてアジアの歴史というものと日本が向き合わなくてはいけない。いい面も悪い面もですよ。そういったことを今の学校できちんと教えているかといったら、おそらくそれは歪んだ形でしか教えてないんです。こういったことをですね、私たちはこれから歴史を教育の場で取り戻していかなくてはいけないし、今すぐ文科省や学校の中を全部変えるのが無理だったら、このテキストを国民の中でより広く共有していくことでですね、この私たちの中で、国民の中で、まあ国民採択みたいなもんですね、この教科書について学んでいければと、その時はですね、ぜひ、自由社の新しい歴史教科書も、一緒に読んでいただけると私としては大変ありがたいです。そしてもう一つ述べます。これはですね、これもいつもあまり言ってないことなんですけれども、なぜ国史、国家という意識が日本、世界で、日本だけじゃない、今世界でものすごく必要とされています。それはよくアメリカの分断とかそういう言い方がされますけれども、
この日本だってもう相当分断してますよ。私自身がそうです。以前に比べて意見の違う人と、あるいは考えの全く違う人と、あるいは考えは近いけどちょっと違う人と丁寧に話すという、そういう能力とエネルギーが自分の中になくなってきた。これは別に世の中で誰かが陰謀を企んでるからそうなってるんじゃない。私の考えではですね、資本主義というものは必ずそれぞれの人間を孤立化させていく力を持っている。もう一つ、民主主義というのはただ民主主義を極端に進めていけば共産主義に近いものにしかなりません。だってそうでしょ、自由、平等、まあ、博愛というか同胞愛ですよね。自由というものをどこまでも貫いていったら、それは国家だって伝統だって家族だって全部自由を縛るじゃないですか。これをなくしていかなくちゃいけないでしょ。自由だけが価値なら、そして平等だけが価値なら、全ての人たちの賃金はできるだけ平等にしなくちゃいけないし、もう一つ、まあ、今の、まあ、私この言葉あんまり好きじゃないんですが、ポリティカルコレクトネス、まあ、私ははっきりこれ言葉狩りと言えばいいと思うんですけどね。こういう言葉は誰か一人でも傷つく人がいたら使っちゃいけない。そこに行くしかないでしょ。最後に、まあ、博愛同胞愛、これというのは簡単に言ってしまうと、全てが自由で全てが平等で、そしてその上での博愛といったら国境を取り除いた世界市民しかないじゃないですか。民主主義というのは行き着くところで必ずこういう共産主義かアナーキズムに民主主義だけの理想を貫いていったらそうなります。それが今世界の民主主義国家で起きていることです。そうなればどうなるか。じゃあみんなが本当に平等で自由で仲が良くなるか、そうは絶対なりません。そこで噴出してくるのは、お互いが自由でお互いが平等だから、お互いの意見の違いというものはもうそこで調整も和解もできないです。そうなればどうなるかといったら、最後に出てくるのは人種の対立です。黒人の立場は白人に分かるわけがないだろう、何々女性の立場は男性に分かるわけがないだろう、まあ、逆もしんない。トランスジェンダーの立場はそうでない人に分かるわけがないだろう。そうやって社会がどんどん分断していけば、行き着くところはお互いの対立をめぐる、今のところは言論ですけど、そのうち血で血を洗う内戦しか待ってないです。ではどうしたらいいか。そういう放っておけばバラバラになってしまう人間をつなぎ止めるために絶対必要なものが国家国民という意識なんです。それはこれからおそらく世界的に復活していこうという流れになる。そうでなければおそらく世界は持たなくなる。これは別に私が言ってることじゃないんですね。昔から偉大な人がもう、まあ、ドストエフスキーの時代からみんないろんな人が言ってることです。そういう時代に本当に来たということだと思います。抽象的なことばかり喋ってるように思われるかもしれませんが、この教科書の問題というのは、実は今この教科書が発売されたというのは、この国家というものが分断の中で崩壊していく中で、国主というものを取り戻そうという一つの思想運動になってます。最後に、今本日はまあ5月3日ですよね。まあ私時々ゴミの日と言いますけれども、いや別にね、そのゴミの日っていうのは憲法だけがゴミっていうんじゃないんですよ。それを五章大事に守ってきた方にもちょっと問題あるじゃないですか。で、それは私ももちろん含めて責任がありますよね。で、この憲法の中で欠けてしまっているものは何か。いうのがこの国家という意識です。本当は9条を変えるとかそういうことよりも、この憲法の中でどう国家を位置づけるか、本当はそれなんですよね。で、それができ、それは多分ね、自衛隊を
憲法に書くか書かないかより佐藤先生の場で申し訳ないんですが、おそらくはるかに大きな問題になります。それが難しいのであれば憲法それ自体を全く変えるしかないんでしょうね。ですからもうそういう議論に入らなくてはいけない時も、今私たちの目の前にある戦前の教科書というのはどのような美しい文章で憲法を書かねばいけないかということの一つのお手本にもなると思います。ここで書かれている教科書はほとんど物語としての美しさを持っています。小学生中学生の私たちが子供の頃、やっぱり物語として読まなければ歴史というものは頭に入ってきませんよ。テストの時に何年がっていうのを覚えることがいかに苦痛だったか、多分記憶にある人もいると思います。私などは全く覚えられない方でしたからね。だけれどもいい悪いは別にして、すごく面白い歴史小説って結構頭にそのフレーズが残ってるもんです。すごく面白い歴史の漫画ってどっかに覚えてるもんです。そういったものを物語として伝える力というものが戦前戦中の教科書にあったということ、これももう一度学ばなくてはいけないことです。私たちが取り戻さなくてはいけないのは国史と、そしてこの歴史に血の通った物語ということですね。その時にその血の通った物語に一貫性を持たせるためには絶対的に必要になるものが皇室伝統というものです。戦前の教科書が皇室伝統を非常に強調しているというのは、これ単に誤解しないでください、戦争中だからじゃないんです。戦前戦中だって、いや明治だって分断の危機はすごかったんですよ。日本が近代国家になってからある意味ずっと日本はバラバラになる危機の中であったと考えた方がいいです。だってそうじゃないですか。基本的に西洋のいろんな技術を取り入れて、西洋の文明がどんどん入ってきて、それが日本古来のいろんな、まあもちろんそれも一定ではないけど、伝統の中で個人主義や民主主義やいろんなものが入ってきたり、いろんな分断が世界、日本なんかで起きてたんです。だからこそ皇室というものが、王政復古が必要だったんです。皇室というものの中で、皇室の伝統を守った中で近代化しなければ非常に歪んだバラバラな国になってしまうという危機感が明治時代にあったわけです。そのようなことを考えるとき、この教科書というのは素晴らしいというだけじゃなくて、先人たちも私たちと同じような社会がバラバラになり、個人にどんどん解体され、お互いの意見がまとまらなくなっていく時代、日本の伝統が失われている危機の中でこの本を書いてた。そう思えば私たちが今から危機を乗り越えることは先輩ができたことなんですから、こっち我々ができないと思う必要はないと思います。最後に今スーダンで、起きたことをいきなり唐突に言って申し訳ないんですが、今回随分自衛隊の方々も現場 の大使館の方も頑張ってくださいましたよね。こういう時は僕は褒めるべきだと思うんですよ。やっぱり新しい法律を作ったのも意味があったし、たくさんの人が無事助かって私は良かったと思います。ただ私は思いましたけど、アフリカの国々、たくさんの素晴らしい文明があります。たくさんのいい音楽や小説がある、それは僕知ってます。知ってますけれども、失礼な言い方をしますが、やはりあの多くのアフリカの国々はまだ部族対立というものを乗り越えられてない国がどうしてもあるんですね。これがやはり国家というものの建設を妨げて、もちろんそれは歴史的には欧米の植民地化のせいですよ。でもたとえそうであったとしても、それはアフリカ人が乗り越えてやっぱり国の物語を作り、国家というものを作っていかなくちゃいけない。かつてルワンダでものすごい大虐殺がありました。まあもっとそれは映画にもなりましたしね。この、まあ、簡単に言いますと、これはルワンダで、まあ、フツ族という、まあ、ルワンダの民族とがツチ族のをものすごい虐殺した。しかもフツ族の中の虐殺をやめろっていう人間まで殺されたというそういう陰惨な事件がありました。これはホテルルワンダという映画にもなりましたから、興味のある方見ていただけるとありがたいんですが、この時にですね、こういう事例があります。そういうフツ族の非常に暴力的な集団がある女学校を襲撃したんです。そしてそこで銃を構えた
男たちがその生徒女学生たちに普通族はこっち、普通族はこっちに分かれろ、多分それは普通族のテロリストたちですから、普通族だけを見逃して普通族を殺すつもりだったんでしょう。ところがその女学生たち、まあ、10代から20代と思いますけど、その子たちが何と言ったかというと、いや私たちはみんなルワンダ国民です、全員が暴行されて殺されたそうです。もちろんひどい話ですけれども、この女性たちは殺される前に国を守ったんです。国家というものが、もちろん国家というものは人を抑圧することもあります、国家が人を弾圧することもあります、北朝鮮とか習近平見ればそうですね、それもありますよ、認めた上で言いますけれども、国家というものがなければ人間がバラバラになっていけば最終的にはこういうことが起きます。このルワンダの学生たちが守ろうとしたものは、私たちはルワンダ国民だ、ルワンダ人だという、そういう私たちは 国民として団結することができるんだという意思だったんですよ。今スーダンのあの事件を見て、本当にそれは私思い出、このエピソードを思い出しました。私たちはそこまでまだ追い詰められてるわけじゃないです。ですから今からでも間に合います。この教科書も一つのテキストとしてですね、ぜひ私たちが国史、国の歴史を取り戻す運動を始めようではありませんか。ありがとうございました。今日の皆さん、たまらなかったですか。ありがとうございました。今のお話の中にもありましたように、国家が分断の中で崩壊して世界が持たなくなっているからこそ、国民国家としての意識が必要だというお話は、まさにこの発行一憂、発行意を思わせてくださるような素晴らしいお話でした。ありがとうございました。さあ、私たちは日本史世界史という教科書を先行学んでいるわけですけれども、日本史ではない、国の歴史は国史なんだという話を今三浦小太郎先生してくださいました。さあ、それでは同じ地理という名前こそは同じですけれども、そして戦時中と戦後の日本の地理の教科書はどのように違うのかを解説いただきたいと思います。続きましてご登壇いただきますのは、初等科地理を担当してくださいました評論家作家の宮崎正弘先生です。よろしくお願いいたします。はい、こんばんは。たくさん大勢の方をお見えいただいて、私は今地理の話をするって言うんですが、私は歴史と地理と2つ解説してるんですよね。それで、地理から先にさっと触れますと、この戦前の地理の教科書の何が一番素晴らしいかというと、これ地政学を教えてるんですよ。小学校の時から港がどこにあるか、その港の付近の地形はどうなっていてね、それでその付近に産業がどうなってるか、今そういうことちっとも教えないから教えるっていうのはね、どこそこの観光地があって、この、大仏様がいて、それで中国人がたくさん来るとか、なんとかね、地球の歩き方みたいなことしか教えないでしょ。でこれ問題だろうと思うんですね。やっぱり今の日本の地理の教科書もやっぱり地政学を頭の中に叩き込むようなね、そういう教育にしなければいけないだろうと、そういうふうに思うんですね。それからもう一つは、私は歴史も担当したんですが、今三浦小太郎さんがかなり重要なことばっかりおっしゃってた、ですから私は残りの何がと言わなければいけないかということを申し上げたいと思うんですね。それは左翼の歴史観がずっと戦後支配しててね、要するに戦前の日本は真っ黒だったとか、まあ、最近は南京大虐殺があったとか、まあ、余計なこと、朝鮮に侵略したとかね、いろいろ悪いことばっかり教えてきたのがだんだん今薄らいできてね、それで、
何か不思議、変だなという感じを若い人が持ち始めたんですよね。で、つるつる考えますとね、その階級闘争を煽ってた人たちも、だって見てください、あの学生運動の時にね、学丸派だとか中核派だとかなんか、派閥たくさんありましたけれどもね、今この人たち80歳だよね。でヨタヨタでまだ革命権ですから、まあ根性あるなと思いますけどね。このね、左翼史観が最近どんどん崩れてきたんですよね。この20年、30年ぐらいの動きじゃないかと思いますけどもね。で、左翼史観が崩れてきた一番の原因は何だろう。やっぱりね、これ考古学なんですよ。で、江戸時代は考古学なんてありませんからね。菅山澄さんっていう、まあ、江戸中期のね、博物学者みたいな、歌も書いて旅行作家でもあったんですがね、この人が秋田からふらふら歩いててね、日本中歩いた人だけれど、で今の三内丸山のところへ行ってね、なんかかけらがどんどん出てきてるんですよね。ですからこれは何かあるってことはあの当時から分かっていたんだけれども、日本は考古学が発達しておりませんでしたのでね、で分からなかったわけですよね。いろんなこと分からなかったのが、実は1970年代からのね、考古学の発展によってドキッとするほどみんな変わってきたわけでしょ。それまで我々はその縄文時代なんてのはね、本当に野蛮なね、文武英文ほとんどないようなことを言われたわけですよね。それで弥生時代になって渡来人がたくさん来てね、中国と朝鮮半島から文明がもたらさ出たっていうような、そういう誤った認識を教えられたんですよね。でこれはね、全部今ひっくり返りつつあるんですよね。というのはですね、1960年代ってのはあんまり日本のほら国も文科省もお金がありませんでしたから、その発掘作業といったって一つの遺跡掘るのにね、何百人から動員するわけだからね、それでどん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 見つかってきたんですね。私は小さい頃は日本の文明は静岡のトロ遺跡から始まったと教わったんですよ。で、あれ弥生時代ですよ。ところがですね、青森県で三内遺跡が出る、その津軽半島のもうちょっと先にね、1万6500年前の時が出る。それでみんなびっくりして、なんだ日本は随分古いんじゃないかと言っていたら、もっと古いに出てきたんですね。実はこれね、まだ教科書にもほとんど採用されてませんけれどもね、7000年前に能登半島で真脇遺跡っていうのが出てきたんですよ。これで実はね、発見されたのは古いんだけれども、本格調査が入ったのが1980年なんですね。ですから分からなかった。これがですね、大体三内遺跡はね、5500年前から1500年ぐらい続いたんですね。で、能登半島の真脇遺跡は6000年前から実は3700年続いたんですよ。で、こういうことがね、どん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 遺跡の発掘、考古学の発掘によって出てきていて、これで、まあ、日本の歴史書き換えなきゃいけませんよね。で、今文科省が認めておりますのはね、日本人はどこから来たか、それはシベリアとそれから南方から来ておりますけどもね、だいたい今文科省というか国立民族博物館が認めたのは3万7000年前なんです。ところがですね、どう見たってね、5万年前の遺跡見つかってんですよね。だからこれ早く認めろよと言いたいところなんだけどもね、学者というか文科省はそもそも利権構造だしね、だいたいもうほら文科省の一番偉い人はね、若い女性にしか興味がないみたいな、ね、教科書の中身なんかどうでもいいみたい。そうそうそう、今考古学の発達言いましたね。次にですね、びっくり仰天なのは今度は医学ね、それから栄養学もありますけどもね、医学、昨年のノーベル医学賞は、ペーボ博士、ドイツの人ね。でこの人何を言ったかというと、ネアンデルタールと我々ホモサピエンスは交接していたっていうわけでしょ。でそれは DNA の発見で1ないし 4% 共通のゲノムがあるということまで分かったんですよね。
で、ここで問題なんですけど、何を言いたいかというと、我が古事記の神話によりますとね、要するに天照大神からずっと来てね、宇賀や吹合津の命まで来て、そこから突然人間が生まれるわけでしょ、神武天皇に。この謎が解けなかったですよね。どうしてこうなるんで。で、これ解けたんですよ。つまり、ネアンデルタールとホモ・サピエンスが合説していた。つまり、神々っていうかね、非常に今のホモ・サピエンスに近いのと、我が日本人の源流とか、どっかで突然変異をしているというのがですね、この上福家図の御事、つまりこれ、宇土神社、宮崎に、この、上谷吹合図を祀る神社がありますけれどもね、そこへ行くと、その父を飲ませるのが、その上谷吹合図のお母さんの妹で、ここはお乳がたっぷり出るんでね、あの神社へ行くと、そのミルク飴みたいなの売ってますけれどもね、そこでこの医学で一つまた溶けてきた。で、次に溶けてきたのは何かと言いますとね、やっぱり栄養学ですね。縄文の遺跡のね、この食べかすを調べたら、すごく縄文人っていうのは、おそらく今の我々よりもね、栄養豊かなものを食べてるんだよね。ですから健康なんですよ。それで靴なんかないから、あれ裸足で走り回ってね、それでほとんど素手か木をこう削って槍にして、それでイノシシとかクマ食べたわけでしょ。それでその漁のやり方だってね、非常に科学的なんですよね。落とし穴作って、で猟犬で犬を追わせるとか、いうことでね、その非常に縄文時代っていうのはもう一遍っていうか、2回も3回も見直される必要があるだろうと思うんですね。それで、まだ9分ぐらいありますね。地質学が今度出てくるわけですよね。それ日本は火山列島ですから、いろんな地形を調べてるうちに、フッサマグマっていうのがあってね、それでこれ日本のちょうど真ん中あたりからね、今の新潟県の糸魚川から静岡県までバサッと、まあ、破裂するようにですね、分かれちゃって、そこでまあいろいろね、今度は例えば翡翠とかね出てくるわけですよ。でそれはそれとして、この地質学で分かってきたことはですね、地層の断面から文明の古いところが出てきてね、でそれ地層で年代が分かるわけでしょ。でその結果、薩摩にあった上野原遺跡というのは、実は7000年前にイタリアのポンペイのようにですね、栄えた文明集落が火山灰で滅びちゃったというところが大体定説になってきてるんですよね。でそうしますとね、元の話に戻りますと、我が日本人のそのご先祖っていうのはかなり古い、というところ、これからね、この歴史の中でもね、探求し続けていかなければいけないんですよ。でそれがもうね、文科省なんかに頼っていっちゃどうしようもないというところまで来てるんだろうと思いますよね。それで、まだ言いますとね、この天文学、それから数学なんですけれどもね、日本はやっぱりこれ天文学遅れているなというふうに考えがちだったんですね。ところがあそこの三内丸山に遺跡が復元されてね、物見やぐらが建ちましたよね。であれどう見たってね、科学的なんですよね。つまり太陽光を利用して時計でもあるし天文台でもあると、いうところまで今研究が進んでおりますけれどもね。それからもう一つ、縄文のね、5500年前にね、集合住宅を作ってね、であれ今の建築で言ったってですね、どう見たって3階建てですよ。まあ、出雲大社なんてもっと高かった、今のスカイツリー並みの建築技術持ってたってことですよね。で、そういうこともだんだん分かってきてるんだけれども、左の学者の人たちはそれを全然認めようとしない。ですから、まあ文科省も認めようとしないと、こういうことになってるんじゃないかと思うんですね。で、日本語は、残念ながら
2000年以上もの歴史があって、ね、大体一つの言語体系が成立するのは2000年ぐらいかかるんですけれど、あれでしょう、文字がなかったのでね、それでやっぱり日本は相当遅れた国だと言われてきたんですけれどもね、漢字が入ってきたらおおよそね100年ぐらいで咀嚼しちゃうんですよね。で、大和言葉を漢字に当てて、漢字を借りて表現しているうちにひらがなとカタカナが発明されて、そうするとですね、もう10世紀、11世紀にはね、世界に冠たる文学作ってるわけでしょ。源氏物語、竹取物語、往生際その他もあげればきりがない。源氏物語は来年テレビドラマになるそうですけれどもね、ちょっと脱線すればね、藤原道長はこの世は我が家とぞはる思う持ちつきの欠けたることもなしと思いはと歌ったと言われておりますがね、あれも私ずっと調べたんですが、あれ歌ってないですよ。あれはね、側近のライバルが書き残してるだけなんです。で、これはね、やっと分かったんですよ。で、まあそのことは別に、あ、それからもう一つはね、道長と紫式部は愛人関係だったかという、これもね、大体測定できましたね。あの頃はね、倫理がありませんから、ほとんどフリーセックスの時代ですからね。ですから、それはまああったんだろうなと。で、まあ源氏物語だったらどうでもいいんですけどもね、あの頃のね、今の女流作家たくさんいてね、恋愛物語とかすごいこと書いてるけれども、泉式部日記なんか読むとね、すごいよね。どんな今の現代の誰がひっくり返ってもかなわないんじゃない。林真理子がひっくり返ると気味が悪いけれど、とにかくそれぐらいすごいですよ。それがね、10世紀11世紀にもできてるというところは、やっぱりこれは日本人はね、誇ってもいいんじゃないかと思うんですよね。もう一つ申し上げたいことがあったんだけど、今ですね、この私が担当した地理と歴史なんですけどね、この復刻された日本歴史、国史ね、中で、非常に重要視されているのは古事記と日本書紀なんですけども、どちらかというとね、戦前はやっぱり日本書紀なんですよね。完成というか、草花の匂いが、草花というよりもね、古事記は草花の匂い国家みたいな感じで、日本書紀はどうかってね、これ菊の香りが匂うんですよね。だから菊花の匂い国者、というふうに言っていいかと思うんですが、その中でね、いろいろ夢物語のようなところあるでしょ。例えば神宮皇后が朝鮮征伐に出かけた時に、魚がね、応援してくれて船を押し上げて新羅の上陸 しちゃったら、向こうもひっくり返って降伏したというようなストーリーになってるけれどもね、この辺はね、分からないところはみんなね、まとめちゃってるんだよね。ですから、その新羅にあの頃は、3回ぐらい日本軍は押し寄せておりますけどもね。で、これは分かったのはむしろ逆にね、当時の朝鮮、今の中国の遼寧省の紫州庵ってところから出てきた豪快道の石碑ですよね。これで分かったんですよ、事実が書いてある。で、これをね、あの当時の大和朝廷は全部神宮皇后で一括しちゃったんですね。ですからね、この不備な点もたくさんあるんです。不備な点もたくさんあるんだけれど、そこはね、さっきも三浦さん言ってましたけどもね、あの時代の精神というのは国民を団結しなければいけない、そのスピリットを鼓舞しなければいけない、でなんか戦争やってるんですからね、戦争をやってるのに後ろから足を引っ張るとロシアみたいに今無様な格好になるんで、そういうところはやっぱりね、ちゃんと日本人は考えていたなというふうに思いますよね。他にいろいろ申し上げたいと思ってたらもう時間が来ちゃいましたけれども、大いに、この教科書の復刻を通じてね、次の歴史教科書をどうするかということを考えてみたいと思うんですよね。今日はほら、新しい歴史教科書を作る会の藤岡先生もお見えだし、まあ、このなかなかね、
文科省ってところはやっぱりあれヤクザ集団ですかね。一発不合格にしちゃうのがね、一番正しい歴史教科書、ですからね、まあ極論を言えば文科省はいらない、2024年来年はトランプが復活しますよね。多分今の情勢でいうと 51% の確率ありますから。でトランプさんが最近言ってることは何ですか、ね、アメリカは文部省に当たるところは教育省ですけどもね、教育省やめろって言ってるんですよね。文部はあれぶっ潰せと。でまあ極論をすれば文科省は早くなくなった方がいいなと。もっと生まれ変わったね、正しい頭の整理ができる人が、教育に関する官庁を作って、それで、この国を何とかしていただきたいというふうに思いますよね。時間となりましたので私の分担はここでおしまい。ご清聴ありがとうございます。宮崎正弘先生ありがとうございました。国史と地理というのは切り離せないということ、そして地理というのは地政学というものが欠かせないということがよくわかるお話でした。ありがとうございました。さあ教育教科書といえばやはり言葉です。ここからは初等科国語などを解説してくださいました小田木善光先生、国史啓蒙家としても活躍していらっしゃいます小田木先生に解説をいただきます。それではよろしくお願いいたします。こんばんは。こんばんは。今ご紹介いただきました小田木善光でございます。日本をかっこよくってことで、まあ、YouTube なんかでたくさん動画を配信させていただいております。実は、今日のお話なんですけれども、僕トップバッターっていう話だったんです。お話の内容がですね、まさにこの日本の教育を取り戻せっていう、これそのものをやっていこうということで、あれ画面出てますかね、ということで、その、まあ、全体像のようなものを先にお話をすると。僕が担当したのが、初等科国語なんですね。でせっかく皆さんにお集まりいただいて、で咲いた桜が咲いたっていうのはどういう意味かみたいなことをお話しても仕方がないだろうということで、まあ、もうちょっとマシな話をした方がいいんじゃないかということで、言ったんですけれども、まあ、三浦先生と宮崎先生が何かご都合があるということで順番が前後してしまったということであります。で、教科書問題の根幹にあることということで、お話をしていこうと思うんですけれども、今日お集まりの皆さん方全員ですね、学校で歴史教育を習ってきたというご記憶があるんではなかろうかと思います。間違いないですよね。でも実は我が国の歴史教育っていうのは、この GHQ さんによって禁止されてるんです。昭和20年に教育指令っていうのが出まして、この教育指令って第1から第4まであるんですけども、この第1から第4の内容を見ますと、第1指令、総理大臣などが神社に参拝する際の正垣奉納は指示で行うこと、これ今でも守られてますよね。で第2指令といたしまして、 GHQ のすいません政策の字が間違ってますけども、政策に反する教職員や官僚の公職からの追放、いわゆる公職追放が行われた。第3指令で神道や神社神道への政府の保障や支援、これが禁止された。おかげで今でもお伊勢様の式年遷宮というのは、これは国費が全く使われないという状態が続いていますよね。実はお伊勢様の式年遷宮というのは、奈良平安の昔は朝廷がで、室町幕府やあるいは鎌倉幕府、徳川幕府といったような幕府の時代には将軍家がその費用を全額出していたんです。このお伊勢様の式年遷宮の費用が出されなくなった時代というのは、我が国の歴史でたった2回しかない。一つは国が荒れた戦国時代、この時は朝廷にお金がなくなっちゃった。でもう一つが戦後の日本なんです。ということは戦後の日本、平和だと思っているんですけども、実は中身は国が荒れた戦国時代とほとんど変わらないということにもなるわけですよね。でだから第3指令いまだに守られてるじゃないですか。で問題は、今日の問題は第4指令なんです。第4指令、終身国史地理の無期停止っていうのが発表されたのが、実はこちらにあります昭和20年のことになります。一番最初、教育指令第1から第4まで。でこの時から各種文書の検閲が開始になりまして、で昭和21年には東京裁判が開始になり、
プレスコードが指定されるプレスコードっていうのはアメリカの悪口言っちゃいけないよとか中国の悪口言っちゃいけないよ韓国の悪口言っちゃいけないよといったような、まあ、そういう新聞で扱ってはならないことっていうのが30項目定められた。でこれも未だに実は守られていることなんですね。でさらに公職追放が開始になったのも昭和21年で、昭和22年になりますと昭和20年 GHQ が来たばっかりの時に出した教育指令に基づいて修身、歴史、地理の教育を廃止して社会科が当時の文部省によって新設されました。社会科が新設されました。で社会科の中にあって歴史とか地理教育っていうのはこれは廃止されてるんです。でこれ今でも廃止になってます。で高校の社で昭和26年には高校の社会科に日本史が新設されてますけれども、これも高校の社会科の中に日本史という科目が入っているということになっています。ですから面白いんですけれども、現在中学校で使われている教科書なんですが、一番向こう側、向こう側というのは東京書籍の大体マーケットシェアが 55% ぐらいありますかね。一番売れている教科書、ご覧いただいたら分かる通り新しい社会歴史と書いてあります。で手前のもの、日本文教出版さん、これはまあかなり左系の教科書って言われてるんですけども、中学社会歴史的分野と書いてあります。歴史の教科書とは書いてないんです。社会科の教科書だと書いてます。で社会科と歴史科と何がどう違うのかと言いますと、例えば鎌倉幕府ができたのは1192年、だからいい国作ろう鎌倉幕府って昔暗記したご記憶もあろうかと思いますけれども、社会科っていうのは社会人となった時の常識を教える科目なんです。だから令和の前には平成がありましたよ、平成の前には昭和という時代がありましたよということを教えるのが、これが社会科になります。だから鎌倉幕府であれば1192年に鎌倉幕府が成立しました以上おしまいなんです。でこれが歴史家になりますとどういうふうに変わるかというと、なぜ頼朝は鎌倉に幕府を開いたんでしょうか。さあみんなで考えてみようというのが、このストーリーが鎌倉幕府が出来上がるまでのその全体の流れっていうのが歴史という科目になるわけです。だから歴史の歴っていう感じ見たらもう明らかです。昔はまだ紙がなかった時代には木片に字を書いてそれをずっとつないでいった。だから歴史の歴という感じの中に木札が2つ書いてあります。で木札を紐で留めるから木札を留めると書いてあります。それ屋敷の中で留める、まさに歴史の歴っていうのはそういう文字になってるわけです。また英語では歴史のことをヒストリーと言います。ヒストリーっていうのはヒズストーリー、彼の物語ということですよね。でそういう流れを教えるっていうのが本来の歴史教育であるにもかかわらず、これは実は未だに禁止されたままになってる、ままになってるから、だから文科省が承認するのは社会科の教科書だけになります。こちら、帝国書院の教科書、社会科中学生の歴史となっています。で、学び者の教科書なんですけど、学び者の方がこちら中学歴史的分野と書いてあります。でだから中学の歴史的分野、社会科の中の歴史的分野の教科書だから検定に合格したと自慢げに書いてあるんです。でこちら向こう側にありますのが、これが育法者の教科書です。中学社会歴史と書いてあります。で育法者の教科書もこれ、まあ、割と保守系の教科書だというふうに言われていると、まあ、言われということになってはいるんですけれども、実は育法者の教科書っていうのは全ての中学校の歴史教科書の中で人物名ですとか事件名といったようなものが一番網羅的に書かれている教科書になります。つまりまさに社会科の教科書なんです。わかります？社会科の教科書、社会科っていうのは人物名やあるいは事件名をただ覚えるだけ、何年にその事件があったのかということを暗記するだけ、暗記していい国作ろう鎌倉幕府って暗記して、そのことが社会人となって役に立ったことって一回でもあったでしょうか。多分誰も役に立ったことはないと思います。むしろもし学生時代になぜ頼朝が鎌倉に幕府作ったんだ、なぜ京都じゃなかったんだ、どうして江戸に頼朝は幕府作らなかったんだみたいなことを一生懸命になってクラスメートのみんなと一緒になって考えるといったような授業があったならば、その授業っていうのは多分実社会に出た時に、じゃあ今自分が新しい授業を起こそうとする時に東京で授業を起こすのか大阪で起こすのか京都で起こすのか、そういったふうなことについても真剣になって考えるという、この考える力が身につくはずだって皆さん思いませんか。
で、作る新しい歴史教科書を作る会の教科書はこの画面の手前の教科書です。新しい歴史教科書と書いてあります。セミナー室のところには、まあ、社会科という言葉が入っているんですけども、表紙をご覧いただいてどこにも社会科って入ってないんです。で、結果検定不合格になってます。はっきり言って作る会の新しい歴史教科書を作る会の教科書だけです。まともな歴史的教科書。なぜそういう事件が起こったのか、どうしてそのような世の中に変わっていったのかということをちゃんと本当に短い文章にギューッとまとめて、でそれを子供たちが読んだ時に、そうか、そういうことで時代が動いていったんだなということがちゃんと分かるような構成になっているのは、新しい歴史教科書を作る会のこの検定不合格の教科書だけだと思うんですが、皆さんいかがでしょうかということなんです。で、文科省は文科省に与えられて、じゃあこの検定不合格にしたのは文科省が悪いのか。いや、もちろん文科省悪いんですよ。悪いんですけれども、文科省というのは行政機関なんです。行政機関ということはあらかじめ定まったルールに基づいて検定で審査をするしかないわけです。で、文科省に与えられた役割は中学校の社会科の教科書を作れっていう、そういうテーマしか与えられてないわけですから。だから文科省はまともな歴史教科書が来たらもう検定不合格にするしかないわけです。で、なんだよ、いや歴史教科書なのにおかしいじゃないかって言った時に、470項目これはどうなんでしょう、これはどうなんでしょうって言ったような指摘はしてますけれども、一個一個詳しく見ていったら全然指摘事項が指摘事項になっていない。何考えてんだ。だいたい勉強すればそれほど日本人バカになるって言いますけども、まあ、文科省の役人っていうのはやっぱりバカになったのかなというふうに思ったりもするんですが、結局文科省がやってることは社会科の教科書しか認めようとしていないということなんです。社会科なんです。だから歴史の本格的な歴史教科書が出てくると文科省はうーんってうなってしまうしかない。じゃあこれを変えるのはどこが変えるんだ、文科省が変えるんでしょうか。文科省っていうのはさっきも言いましたように行政機関ですから、決まったことを決まった通りに やるのが行政機関です。そうすると文科省に対して社会科教育ではなくて、もう GHQ なんか徳の会社にもうなくなってるんだから、だから日本人の子供たちにちゃんとした歴史教育をさせようじゃないかっていうことを、これを同期するのはこれどこの役割でしょう。どう考えてもそれって国会ですよね。で、国会議員がじゃあ戦後ね、78年経ってますけれども、 誰か一人でも日本の今の教育は社会科なんだと、歴史教育を子供たちにちゃんとさせるんだっていうことを国会で堂々と質問したような、そういう政治家っていたでしょうか。残念ながらいないんですよ。つまり分かってないんです。社会科と歴史科っていうものの違いを全然理解していない。それが大きなネックになってるんじゃないかというふうに思います。 GHQ の影響っていうことも申し上げましたけれども、 今でも日本っていうのはある意味アメリカの属国のような状態になっているというのも皆様お気づきの通りではなかろうかと思います。で、その通りなんです。でもこれからの時代、私たちの子供たちや孫たちの時代に本当に日本人として誇りを持つことができるような教育っていうのは絶対に取り戻すという意識を持っていかなければ取り戻されることなんかないですよね。誰かが言い出さなかったら何も変わらないですよね。だからこそ今日のこの日本の教育を取り戻せというこの集会になったと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。占領統治下にあった日本っていうのは GHQ によって占領されていたわけですけども、当時の日本っていうのはジャパンという名前すら名乗っちゃいけなかったんです。当時の日本の、ね、輸出品は全部公開でありました。もうね、拡大しますとメイドインジャパンじゃないんです。メイドインオキパイとジャパンです。オキパイとは占領された、つまりメイドイン占領された日本製、占領された日本製という名前しか使わせてもらえなかった。で、当時の日本の国旗、占領されてますから純粋な意味で国とは言えないわけですけれども、当時の日本を示す旗というのがこれです。連合国統治領の日本の旗、三色旗。よくほら、日教祖の活動家の先生方がね、日の丸反対って言うじゃないですか。
日の丸反対だ、日の丸なんかもうおかしい、じゃあどうしたいんだ、どういう国旗にしたいんだって言ってもなかなか連中口割らないんですよ。でもまあいい、まあいいからいいから、ちょっと教えてよなんて朝食に寄ってきますと、いや本当はな三色旗がいいんだよ。皆さんいかがでしょう、この連合国統治領日本の旗に、この旗に日の丸をやめて戻した方がいいなんて思う方は誰一人いないと思います。絶対に我が国の国旗はこの旗でなければならないと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。そういうことなんです。同時に GHQ によって作られたものの中に日本国憲法の問題もあります。日本国憲法もザ・コンチチューション・オブ・ジャパンというもともと英文だったものを日本語に翻訳して今の憲法になったというのは、これも皆様よくご存知のことと思います。でもこのコンスチューションというこの英語の単語を我が国では憲法と訳したんですけども、これ明らかな誤訳です。コンスチューションというのは、これはフランス革命当時のパリ市民たちの手で作られたフランス語の造語なんです。ともコンともに、立てたこと、要するにフランス革命を起こしてルイ王朝を滅ぼしたパリの市民たちが自分たちの共同体として共同体の基本規定を作ろうじゃないかということで作ったものがこの言葉のもともとの出発なんです。でもパリ市民がフランスの国王を倒したからということで、フランス国王が持っている財産全部をパリ市民で分け合おうとした。で冗談じゃないですよね、フランス国王っていうのはフランス全土の財産を持ってるわけだから、だから地方にいたナポレオンが怒って、冗談じゃない、フランス国王の財産はフランス国民全員で分けるべきだということで、地方からのろしを上げてでパリへ乗っ込んでいったというのが、要するにナポレオンの行ったことということになります。で当然ナポレオンがパリに入れば、そこでナポレオンがまた別なコンスチューションを立てる。それはパリ市民のためのコンスチューションじゃなくて、フランス全体のためのコンスチューションだから。だからこの共同体宣言というのは常に変わらなくちゃいけないものなんです。でさらに言うと、ザ・コンスチューション・オブ・ジャパンのこのジャパンというのは、先ほど言いましたようなオキパイド・ジャパン、つまり占領統治下にあった日本です。占領統治下の日本です。ということは一番下に現代語に訳すならば多分こうじゃないかなというのが書いてありますけども、占領統治下における暫定的な日本人含む規定、そんなものを、ね、今日5月3日憲法記念日だと言ってありがたかった。ある先生、実は今日昼間別な講演があったんですけども、そちらの方に来られたある先生が、5月3日は僕は朝旗をあげるんですよと言ってました。お葬式の時と一緒、日の丸を少しずらして、で、お葬式の時のような旗を掲げる。他の時はもう他の 祝日は全部国旗を掲げるけれど、憲法記念日なんていうのはこんなものは朝旗だと、日本の敗北の証明みたいなもんだと、こんなふうなものをいつまでも許しちゃいけないというようなことをおっしゃっていました。あ、その通りだなというふうに思いました。我が国が歴史教育を禁止された、その歴史教育の禁止の中で日本の神話が学校で全く教えられなくなったということも皆様よくご存知のことと思います。学校で神話習った経験の記憶のあるという方おいでになりますか。昔ですよね、すいません。はいはい、ありがとうございます。普通の学校では教えてくれませんし、教科書にも書いてありません。でもですよ、これアメリカのこれ地理の教科書なんですけども、この中に絵を見たら分かりますよね、日本のことを書いた記事があるんですけども、ここでは日本の神話を教えています。日本という国はイザナギとイザナミという男女の神様が最初に現れて、そして、神々から授かった宝石を散りばめた矛をコロコロとやって、でその先端から下になった潮が固まって、日本の国土になったんだと。そしてその国土にイザナギとイザナミが降り立って、で国を生み、神々を生み、でその中からアマテラス、太陽の女神、これアマテラス大神様のことなんですけども、太陽の女神がお生まれになったと。その太陽の女神の孫のニニギが地上に降臨して日本という国が始まった。そしてまたそのニニギの孫の神武が初代天皇となって、日本はその後、これは1978年の古いものなんですけれども、今でもこの教科書を使われています。今は126代の金城陛下というふうに最後のところは末尾が締められています。アメリカ人が日本の神話を教わってるんです。なぜ日本人が教わらないんでしょう。日本人のために学校の教科書でやっぱり神話も教えるべきだと思うんですが、皆さんいかがでしょう。
そういうことをしっかりとしていかなければならないというふうに思います。私たちは本来の歴史教科書を取り戻さなければなりません。このことを真剣に追求している我が国唯一の団体が一般社団法人新しい歴史教科書を作る会だと思いますが、皆さんいかがでしょうか。そしてこの戦前戦中まで使われていた実際に教科書を復刻をして、そして世の中に改めて日本人のための教科書というのはどういうものなんだろうかということを、この問題提起をしてくださった出版社が今日お越しいただいている社長のところということであります。これも本当にありがたいと、ありがたいことであると思うんですが、皆さんいかがでしょうか。はい、ということで、ちょうど時間となりましたので、私のお話とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。マジックの塾長でもありました。私はマジックの文科生でもありますから、本当に松下春塾の、吉田松陰のようなことを今やっておられますけども、本当に幅広く歴史からあるいは地理からいろんな分野でお話を聞いておりますけども、ぜひまた和塾に皆さんもぜひ行っていただければと思います。実は教育の問題、今何先生の話聞いて思うんですけども、憲法を作って日本を弱め、軍隊を持っちゃいかんとか言って弱めようとしてましたよね、DHQ は。教育をどうしようかと思ったら、あんな愛国心を持った人間を育てたくないですよね。歴史をとか神話とかって日本に誇りを持つ人間を育てたくないですよね。だから教育っていうのはそもそも日本人の魂を抜いて、いわゆる、アメリカが統治しやすい普通の知能を持った日本人に育てようというのが根本方針なんですよ。だから憲法も教育も扱いやすい日本人をどう作るかというのは GHQ のあれで、それにそのまま乗っかったのが戦後の日本人だと思うんですよ。本当は日本人に一人でもこれ逆らって、アメリカに逆らって戦う人間がいたかというと、共産党も全て裏で手がつながってて、 CIA と手がつながっているような状態で、本当にアメリカのその植民地支配、白人支配をノーと戦後言った政治家いないんですよ。だから今日憲法記念日でジェイソン・モーガンさんがですね、もう本当にアメリカの白人、もう白人支配を終わらせませんよって言って白人の人が言われるんですから、彼はその実態を知ってるから行くんですよ。いわゆる白人がアジア人をどうやってコントロールするかという中の教育なんですよね。で、大事なのは国語の問題で、フランスのあれが、ドイツが攻められた時にフランス語の授業のあれがありましたけど、国語もものすごく日本はやられてるんです。で、実際に初等科国語で桂木成さんが今日来られる予定だったんですけども、ちょっと予定が入って入れなくて、チャンネルラジアでしょっちゅうその初等科国語をやっておられます。そしてさらにもう一段の幼児教育から読み方という教育を本を出されて、今日今から交代する三年さんがお話しされますけども、この読み方っていう教育で佐波さんは一躍ブレイクしたんですよ。これもハート出版さんのあれだと思うんですが、読み方という教育からみんなハッと思い知らされたということで、ぜひ佐波さんの話を聞いてあげてください。よろしくお願いします。改めましてよろしくお願いします。私はこの読み方の教科書の解説をさせていただきました。読み方は実際に戦時中の子どもたちが読んでいた教科書で、昭和16年に文部省が発行した教科書であります。現在はもちろんハート出版が復刻版教科書シリーズとして出しておりまして、この読み方上と書いてあるのが当時の初等科の子どもたち1年生が学んでいました。この時カタカナで学んでいましたので、この読み方というのもカタカナで書かれていまして、そして2年生になりますとこの、教科書、こちらのひらがなの方で学んでいました。2冊セットで販売されております。ただいまからこの読み方の解説をさせていただきたいと思います。この教科書で有名なシーンがあります。皆さんもきっと耳にしたことがあると思うんですけれども、壮大な朝焼けの絵とともに赤い赤い朝日朝日という絵、こちら皆さんもご覧になったことがあると思います。
赤い朝日と言いますと、この太陽よりも別のものを思い浮かべてしまう方も多いのかもしれませんけれども、当時の子どもたちはこうした教科書を見て、ああ綺麗な夕日だなと思ってこの授業を始めていたんだろうなというふうに思います。朝日特本とも呼ばれましたこの読み方なんですけれども、この教科書、今の子どもたちに教えられていないものがたくさん詰まっています。そして今回は 私がこの6選、どんなものが教えていないのかというものを選びまして、皆様にご紹介をさせていただきたいと思います。まずはですね、こちらの国語の美しさです。まずこちらの富士山という作品なんですけれども、こんな風に書いてあります。どこから見てもいつ見ても富士のお山は美しい。白い扇を逆さまにかけた下から雲が湧き、裾を引く果ての松原に太平洋の波が立つ。優しいようで大しくて尊いお山、神の山、日本一のこの山を世界の人が扇見ると書いてありますね。まずここで見ていただきたいのはこのアフギと書いてありまして、扇、あの扇子のことですね。扇子をまるで逆さまにしたような富士山と、そして多くの人々はこれを仰ぎ見るという掛け言葉になっているわけです。実はこの教科書、こちらの今はもう使われていない、仮名遣いで書かれています。そして、漢字もこの実際に子どもたちが学んでいた、戦時中や戦前の仮名遣いで書かれています。新仮名遣い、新漢字とも言いますね。この言葉遣いなんですけれども、このハート出版さんの担当者にお聞きしましたところ、この読み方などはこの昔の漢字そして仮名を使っているそうです。なぜかと言いますと、少し高学年になってきますと、漢字やそしてこうした仮名遣いが難しいものを使ってしまうと、あの多くの現代の人たちが見てとっつきにくいなと思ってしまう可能性もあると。ですけれども、こうした読み方の時点で、簡単なこうした仮名遣いや漢字ですと、多くの現代の人たちがこうした実際に戦時中に使われていた漢字や仮名遣いに慣れてくれると思って、このままの言葉を使っているというふうにお話しされてたんです。私はその編集者さんのお話を聞いて、それは素晴らしいことだなと思ったんです。なぜかというと、国語というものが分断されてしまうと、同じ日本人であるのにまるでそれは違う言葉を使っているようになってしまうからだと思うんですね。以前靖国神社の有宗館に行ったことが あった時に、一緒に行った若い人がこんなことを言ってたんです。御遺影や御神影が飾ってある、英霊の琴の葉が掲げてあるお部屋の中で、若い世代の人がこう言ってました。国のために戦ってくれた方の遺書を読みたいと思っているのに、昔の仮名遣い、昔の漢字で書かれているから、読みたくても読むことができないんだっていうふうにそう言ってたんです。昔の言葉といっても古文じゃないんです。平安時代だとか江戸時代に書かれた言葉ではなく、たった78年前くらいに書かれたその遺書がもう若い人が読むことができなくなっている。それはこうした仮名遣いや漢字、今は旧仮名、旧漢字とも言うようですけれども、そうしたことで若い人が読めなくなってしまっているんですよね。それはまさに国家の分断なのではないでしょうか。ですから私はこうした国語を取り戻すことがまさに国防の砦だというふうに感じております。そのためにもこうした仮名遣い、漢字というものを一緒に学んでいく読み方の教科書、とても大事なものだと思っているんです。さあ、そうした中で今の子どもたちに教えられていないもの、2つ目はこうした他人を敬う大切さや家族の存在だと思うんです。時間がないので全ては読みませんけれども、この教科書の中で子どもたちが使っている言葉遣い、友達に対
しても、そして家族や先生に対してもきちんとした敬語を使っているんです。今の子供たちはどうでしょうか、親と接している時もまるで友達みたいな言葉遣いで接しているですとか、あとは先生に対しても敬語ではなくて友達に対するようないわゆるタメ語と呼ばれる敬語ではない言葉で接している、そんな言葉を教育現場で聞いたことがあります。でもそのような言葉遣いをしていて本当に目上の人に対する尊敬心というものが生まれてくるでしょうか。敬語というものを使うのは決して何か押さえつけられたりですとか堅苦しい言葉ではないと思うんです。そうではなくて誰かを敬う言葉である、そうしたものをしっかりと教えてくれるのがこの教科書であります。そしてこうしたお父さんお母さんやお兄ちゃんやお姉ちゃんといったものが子どもたちをどんなふうに大切にしてくれるかということが丁寧な言葉遣いを通じてよくわかるのがこの読み方でもあるんです。そして3つ目が皇室のありがたさであります。読み方の前中ではこの二重橋という作品の中で子どもたちが二重橋を通じて天皇皇后両陛下のありがたさを感じたり、あとはこうして日曜日の朝という作品では奉公日の中で家族が一緒になってこうした家の片付けをするというそんな作品もあるんです。そうした中で子どもたちが自分たちは近江宝として天皇陛下に近江心を持って大切にされるということがよく伝わる、そんな内容にもなっています。そして神代の物語です。先ほど大投先生からも神話が伝えられていないということがありましたね。確かにこう現在のこの歴史の教科書を見ても神話から始まっているのは作る会の教科書だけで、他の教科書はこうした貝塚が発見されたですとかそうしたところから始まっているのが今の教科書でありますけれども、この読み方の教科書では天孫降臨の国づくりですとか子どもたちが楽しんで読めるこの稲葉の白うさぎの故事ですとか日本の国の成り立ちについてワクワクしながら読むことができるんです。そしてとても大切なのがこの四季に彩られる生活のこの鮮やかさなんです。確かに今の教科書にももちろんこう日本の四季というもの自然というものが載っていないわけではないんですけれども、この梅雨という作品を皆さんに、一緒にご覧いただきたいと思います。どんなことが書いているでしょうか。梅雨になって毎日のように雨が降ります。2日も3日も降り続くと元気な太郎さんも嫌だなと思います。でも時々雨が止んで空が明るくなりガッと強い日が差してきます。庭のアジサイの花が本当に綺麗です。梅の実が黄色くなりました。今田植えの最中です。20センチぐらいに伸びた稲の苗を田にきちんと植えるのです。梅雨の雨が降るので田植えができるのだ。おじいさんがよくこうおっしゃいます。小川の水が増えて音を立てて流れます。太郎さんは晴れ間に小川で土壌をすくいます。おじいさん、梅雨はいつまで続くのですか。7月の初めまでだね。梅雨が明けるとカラリとした夏が来るよ。夏と聞くと太郎さんは急に嬉しくなりました。セミが鳴く、水遊びができる、それよりも今年は海へ連れて行ってもらえる。海、海、早く海へ行きたいと思いましたと書いてあるんですけれども、ここで特に印象付けられる部分は太郎さんはこの梅雨に対して嫌だなと思っているんですよね。ここにいる多くの皆さんも雨が降るとうわ今日は嫌だなと思ったりやはり正直になってしまうと思うんですけれども、おじいさんは梅雨の雨が降るので田植えができるのだと答えていらっしゃいますよね。
嫌だなと思うことに対してもおかげさまでの精神をきちんとこの読み方の中で教えているんです。ですからこの教科書の読み手にとって、そして私たちにとって大切なことは、今の自分自身の快、心地よさだとか不快だとか、そうしたことで推し量ることができないものが自然の中に、自然の恵みにあるということを教えてくれているんです。これは単にこう花が綺麗ですねというような現在の教科書と大きくかけ離れた何かに感謝をする、恵みをありがたいと思う心を教えてくれるものなんです。そうして今の現在の子どもたちの教科書の中に一番ないのはこれかもしれませんね。国を守る軍人さんに感謝する気持ち、この読み方の中にはこの太郎さんですとかさまざまな子どもたちが出てきて、そのお兄さんがこの軍隊から帰ってきて、そしてこの主人公の男の子がとても嬉しそうにするシーンですとか、たくさんのこの軍人さんに感謝する、そんな作品が出てくるんです。国や共同体を守る人に感謝をする、その気持ちが今の日本には、今の教科書にはないですよね。作る会以外の教科書には載っていない。それはやはり戦後の日本がこのように墨塗りをされてしまったからだと思うんです。この読み方の中の兵隊ごっこという作品があります。イサムさんがおもちゃの鉄砲を持って僕は歩兵だよと言いましたですとか、さまざまな人が兵隊ごっこをして遊んでいくんです。全部は読みませんけれども、さまざまな子どもたちがこう兵隊ごっこをして遊んでいて、女学生もいます。さあこの兵隊ごっこという作品なんですけれども、実際に戦後どんな風に墨塗りをされたと思いますか？これ実際の東京書籍が出している資料なんですが、これを見ると兵隊ごっこという題名はあるんです。ですけれども文章が墨塗りされているということがよくわかります。そしてひどいのはこちらです。これが、平成27年に三島市で開催された戦争に関する展示会なんですけれども、これは展示されていたのは実物ではなく実物を模写したレプリカだそうなんですけれども、この教科書、先ほどの兵隊ごっこというものが全部このように墨塗りされてしまってるんです。この絵もですね、この全部同じように塗られてしまっています。あるものはここにある61ページというページ数しかないんです。こんな風に墨塗りをされる、これとっても子どもたちにとって残酷なことだと思います。例えば教科書をですね、先生がもうこれからはこれ今までの教科書は捨てます、読み方の教科書を捨てましょうと言って、子どもたちにそのままポンとどこか何かこうゴミ箱のようなところに捨てさせたとします。それよりもわざわざページを開いて墨塗りで一文字一文字消させていった字もこうした、あ、子どもたちは鉄砲を持っちゃいけないんだ、軍人さんに感謝をしてはいけないんだということを墨塗りをしながら一文字一文字子どもたちが実感していったんです。これはまさに心の墨塗りだったのではないでしょうかと。ですから今こうしてハート出版が復刻版を出して心の墨塗りを少しずつ解いていっているところだと思うんです。さあそうした中でも時間が迫ってまいりましたので、最後にこの日本の先人たちの歴史が大事だという作品を一つご紹介しまして最後のお話とさせていただきます。こちらです。昔孝行な娘がありました。お母さんが長い間病気で寝ていましたので、昼も夜も一心に介抱をしましたが、お母さんの病気は悪くなるばかりでした。ある日お母さんは娘をそばへ呼んで何か包んだものを渡しました。これをお前にあげるから大事にしまっておきなさい、もしお母さんに会いたかったらこれを開けてごらんなさいと言って、お母さん
は間もなく亡くなってしまいました。娘は泣いて悲しみましたが仕方がありません。それからはお父さんと二人で寂しく暮らしていました。娘はふとお母さんのくださったもののことを思い出しました。そっと一間へ入って包みを開けてみますと、中から出たのは一枚の鏡でした。まだ鏡というものがめったにない頃のことでしたから、娘にはそれが何であるか分かりませんでした。そっと覗いてみると女の顔が映っています。子供のようですが亡くなったお母さんにそっくりでした。娘は思わずお母さんと言って鏡を抱きしめました、という作品です。いかがでしょうか。まだ鏡というものがなかった時代、娘は鏡の中に自分の顔、そこにお母さんの姿を見たんですね。まさに歴史は鏡ということをよく表している作品です。皆さんは日頃鏡というものとどんな風に向き合っているでしょうか。私は20代の頃家電量販店でアルバイトをしていたんですけど、そこで接客をする前に大きな鏡が、この楽屋というか後ろにありまして、そこで店員たちは鏡を見て髪の毛ですとか襟を直すようにきつく言われてました。ちょっとでも襟が曲がっていると、鏡を見て襟を直しなさいと言われてまして、鏡というものは身だしなみに必要なものでした。そして現在私も今こう鏡というものを夜見たりすると、ああ今日は疲れてるなとがっかりしたり、ああまた白髪が出てきたと引っこ抜いたりですとか、もう鏡を見るとがっかりすることばっかりなんですけれども、現代人というのは鏡というのはこう身だしなみを整えるために慌てて見たり、そして夜がっかりしたり、そんな風に付き合ってる人が多いのではないかと思うんです。でもこの作品を読んで、鏡というのはどんなに厚い歴史書よりもこの薄い一枚の鏡が歴史を表しているのではないかと思うんです。なぜなら私たちのこの今の命というのは、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんやいろいろな人が紡いできてくれた歴史が自分の命となって、そして自分の顔になっているわけです。皆さんも自分の目はおじいちゃんの目だとか、この鼻はひいおばあちゃんの鼻だとか、いろいろな人から受け継いでいるものが顔なわけです。ですから鏡を見るとき、これからは皆さんも、ああおじいちゃんの鼻だななどと、そんな風にご先祖様を感じながら鏡を見ていただきたいと思うんです。そうしたことをこの鏡という、このお母さんの子供、お母さんの姿が映っているこの作品は教えてくれているわけです。そう考えると歴史には冷たくなれないと思いませんか。というわけで、まさにこの先人たちから紡いできたこの尊い歴史、これを受け継いでいくためにも、今こそこのハート出版の復刻版教科書で心の墨塗りを払拭していくことが大事だと思います。以上です。ありがとうございました。画像でね、ありがとうございます。墨で塗られた教科書もありましたけども、あれが日本人が残さなきゃならない部分ですよね。彼らが消したいってことは残しておかなきゃならない部分だと思います。尾上先生の話でも非常にいつも綺麗な画像を出していただいて、これも日本の心かなと思ってます。実は松本道弘さんという方はものすごく当日訳で素晴らしい方がいたんですけど、英語で訳せない日本語がいっぱいあると言われています。で、面白いなと思った話があってですね、鶴田浩二がヤクザの敵のヤクザの親子のところに殴り込みに行くときに、好きだった女性がその行って好きだったんですって一言言うんですけども、この鶴田浩二はそれは俺はこれを聞かなかったことにするって言うんですよね。それが英語で訳せないって言うんですよ。わかります意味。聞かなかったことにするということは、そんなことは I don't care that で訳せるもんじゃなくて、お前が好きだったということで俺言ったら死ぬかもしれないし、お前はこれからの人生があるんだと、お前の人生があるんだからって、それは俺は聞かなかった、
あるいはその女性も行って亡くなって他の、ね、好きな人と結婚したいっていう流れになるかもしれない。そういう全てのことを考えて俺は聞かなかったことにするという、その言葉の裏にあるこの日本語というのは訳が一致ですよね。で、大和言葉はものすごく私ら素晴らしいことをいっぱいやって、この間女房がですね、私のことを何て言うかって連れ合いと言ってるって言うんですよ。これもいい言葉と思いません？旦那ワイフとか家内とかっていうのは連れ合いって、これも広いの大和言葉を調べるとですね、いい言葉がいっぱいあるんですよ。ぜひ日本の国語をもう一度見直す機会をしたいとしていただければと思います。それでは今度は終身、霊峰終身と高等科終身ということで、これが不思議なことにですね、お医者さん、動物学者、お医者さんなんですよね。お医者さんがどうしてこの終身を書くことに至ったのかっていうのは、ちょっと本当はアハト出版さんに聞きたいところなんですが、まあ矢作先生のお話を聞けば、あ、なるほどなというふうに聞いておりますので、よろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございます。矢作直樹と申します。職業が何である前に日本人であるというつもりで話をさせていただきます。で、私に担当は終身ということで、初等科終身の、教科書をちょっと、解説したことをちょっとお話しさせていただきます。で、終身教育の役割、これももう言うまでもなく、いわゆる子どもたちがちゃんと生きていけるように、道徳的な生活を全うできるようにすることって、当たり前なんですけど、今日のお話はですね、その終身教育、つまりその明治維新から、大東亜戦争終結までの78年間、ちょうど、それはその時から、今日までの78年間と同じ年数になるわけですけど、その、わずかの間にですね、終身教育が変遷をしていること、そしてその終身教育の変遷が、天皇によって、軌道修正されているというようなところをちょっと、皆様と共有できたらなというふうに思います。で、明治の初めは最初はその、西洋に、非常にこう傾いたので、個人道徳が尊ばれたわけですけど、それを明治天皇は非常に心配されて、でその後、いわゆる終身というものをその、明治37年の国定教科書が、できるまで、そのいろいろ天皇がご苦労されて、そして、いわゆるネーションステートとしての国民というような位置づけで、その終身を作られ、そして、その後、いわゆる戦争、もちろん、日清日露、第一次世界大戦、第二次世界大戦というような、その中でもまた変わってきたというところを、そのどういうふうに変わったか、なぜ変わったかというところを簡単にお話しできればと思います。で、国定教科書ができたのは、明治37年なんですけれども、それまではですね、その最初に、その明治5年に学制ができて、そして欧米の教科書を使い、それが、明治天皇が、そのあまりにその、世の中がこう、その、なんて言うんでしょう、自分本位の方に、触れていくことに、危惧をされて、そして、その教学制止というものを、出されて、そして教育令、いわゆる教育がだんだんその日本本来の方向へ、正していこうというような方向に行って、そしてですね、まずその一番大事な子どもたちへ その道徳教育の指針をお示しになるために、洋学公用というのを、教科書をですね、宮内省から明治15年に、出されています。で、この洋学公用なんですけれども、結局東洋の、神器を中心とした徳を育てるために物語を集めた本を作られ、子どもの成長のために全国の各学校に配られました。で、内容としてはですね、20の項目、これはちょうど大人向けの、その、次に述べますけれども、教育直後と、当然かぶるわけですけれども、もうちょっと数が多くなっているわけですね。で、
高校中卒は準 UI 審議、金額意思、まあ、こういうようなあのことがですね、例えばその物語として、こういうふうに、あれですね、あの高校ってことであれば、一つの例ですけれども平重盛が父清盛の府中を監視するとかですね、まあ、あるいは、あの高校あの楠木正成の中世、まあ、このようなことが、いろいろな物語がですね書かれてて、子どもたちが非常にそういうそのあの何でしょう、事例として分かりやすくそういうふうに勉強できるっていうようなことがあの、まあ、素晴らしいものでしたね。でその後ですね、大人の向けにですね、まあ、教育勅語が明治23年に出されるわけですけれども、これもあの基本的には、12の徳目ですね、あの先ほどの、洋学校用と重なりますけれども、まあ、特に大人なので夫婦の和とかですね、まあ、あと公益専務とかですね、そういうようなまあ、ことも入ってきますけれども、まあ、基本的にはこの内容自身はですね、非常にまあ人間として生きて、社会人として生きていく上で、まっとうなことを、まあ、当然ですね、あの、おっしゃったわけですね。で、この教育勅語のその、海外評価なんですけれども、これはあのやっぱりその当時ですね、その宗教を介さずに、そういう道徳教育をするあの見本として非常にその尊ばれたそうです。まあ、ここで長々と書いているので、まあ、あの時間が限られていますので飛ばしますけれども、要はあのこの、文部省のその、あの関係者の人がですね、海外に呼ばれて、そして、まあ、そういうその講演を頼まれるぐらい、そのなんでしょう、素晴らしいものだということですね。これは、次のですね、アメリカがちょうどその、1970年代くらいまでにあのベトナム戦争であの若者たちが随分疲弊して、モラルが荒廃してしまったということに対してですね、レーガン大統領がですね、まあ、これではいけないということで、あのウィリアム・ベネットという人をですね、教育長官に、任命して、そして、日本のその特育、あれ特育つまり教育勅語とか修士をですね、手本にし、まあ、それだけだと露骨なので他の国 の, その、教育の失礼道徳の本も援用したことにはなってるんですけれども、中身は、基本的には、このようにですね、修士教育勅語の、模倣というとあれですけど、踏襲したものですね。はい、これももうあのインターネットでいくらでも見られますので、あのご興味のある方はその時ゆっくり見てください。でこの、ウィリアム・ベネットさんがですね、あのこの教育長官を辞められた後ですね、自分でそれをその商業本として出したこの、The Book of Virtues って言いますけれど、あのという題名ですけれども、これはですね、いわゆる聖書に聖書についてベストセラーになったそうです。まあ、平成5年の段階で3000万部売れたそうですけれども、であとですね、この、教育勅語が出て翌年ですね、この終身教育に教育勅語を心柱にするということを、決められました。であとですね、その明治37年にようやくその文部省の国定あの教科書が、使われ出すわけですけれども、これもですね、この、まさにその昭和20年大東亜戦争終結までにですね、実はあの1期から5期までというふうに変遷してるんですね。細かいことはちょっと覚えておきますけれども、第1期っていうのはあの、結局ですね、ちょうど1904年、つまり、日露戦争 の, あの年ですけれど、始まった年ですけれども、結局これで、日本が勝ったということで、国民がこの浮かれ出す
そのことに対して明治天皇は、勝って兜の緒を締めようということで戊辰詔書というのを出されて、それによってですね、明治43年のその、第2期のその改定、失礼、第2期の本ではですね、むしろその、家族的国家倫理を重視した国民道徳を強化っていうような形になってます。で、その後ですね、第一次世界大戦で、まあ、日本は戦勝国になったわけですけれども、まあ、その中でですね、国際協調ということが、まあ、国民の間では、まあ、随分広がっていったのが良かったんですけど、同時にですね、やっぱり世の中がその先ほどもね、先生方おっしゃったようにその、自由主義、あるいはその、まあそういうその何でしょう、国際協調は良かったんですけど、それによってその社会が分断される、つまり、労働者と、企業家っていうような意味も含めてのその社会の対立内での対立がひどくなってきたということで、その中でですね、大正12年の9月1日その関東大震災が起こって、そういう社会が混乱した、これに対してですね、時の摂政の宮、まあ、後の昭和天皇ですけれども、昭和天皇が大正天皇のお名前でですね、国民精神作興詔書というのを出されて、まあ、いわゆるもう一度、まあ、みんな心を引き締めて、頑張りましょうというようなことを言われているわけですね。で、これでですね、まあ、そういうような感じでですね、まあ、天皇のそういう、まあ、お示しに従って、教科書も変わってきたわけですけれども、昭和9年になるとに4期、これはちょうどその昭和6年の9月8日 の、 満州事変の勃発によってですね、まあ、基本的には国が、国民がまとまっていかないといけないという方向になっていくわけですけれども、それに対して、東大の、美濃部達吉さんの天皇機関説というのが出て、まあ、それが、軍部に、まあ、軍部の怒りを買ってですね、それで政府を焚きつけて、まあ、国体明朝政令というのを出し、あるいはその2年後にですね、7月7日盧溝橋事件で日華事変が勃発して、国民精神総動員運動というようなものが、出された。で、そういう中で、まあ、だんだん教科書もやはりその戦時という中で の、 その、国民の、よりどころになるように、まあ、言ってみたらば、今回 の、 そのハート出版さんが復刊してくださった本のようにですね、まあ、やっぱり国が、失礼、国民が、天皇を要としてその心を一つにして、まあ、国をふるさと家族を守っていくという方向に行くように、まあ、教科書が、変わっていったというようなことですね。で、まあ、先ほども小波先生がもうお示しなされたので、ここも飛ばせるので幸いなんですけれども、まあ、結局 GHQ 自身はですね、終身教育に対する見方といった場合にですね、実は、これも GHQ という一言で終わらなくてですね、 GHQ も結局最初に引っ張った民政局はどっちかというとその、共産主義者がたくさん入ってたのでですね、かなりその日本に対して厳しい、まあ、態度を取ってたわけですけれども、その後すぐ東西冷戦が始まって、まあ、基本的にその昭和22年ぐらいから逆コース、つまりもともとの、国柄っていうか、その日本も西側諸国の一員としてちゃんと自立できるようにって方向で、まあ、GHQ の方針が変わってきたわけですけれども、まあ、それでもですね、なかなかこの日本人の方自身がまあ動けなかったというか立ち直らなかったわけですが、まあ、この、GHQ のその、この、終身教育に対する見方っていうところをちょっとその簡単に、お話触れさせていただきますと、基本的にはですね、その
まあ、いわゆる先ほど小野木先生がロージップの話をなされましたけども、ロージップを引っ張ったその、いわゆる CIE って略してますけど、民間情報局自身はですね、あまりそのまあ、真っ当じゃないかっていう考え方だったわけですね。ところがですね、やっぱりあの途中からですね、この民政局がやっぱり、まあ、あのもっともっとその厳しくしないとということで、その米国国務省とその、まあ、あの手を取ってですね、まあ、結局教育直後の、廃止っていうところに行ったということですね。はい、ということでですね、まあ、時間となりましたが、簡単ですけれども、やはりそのこの短い期間での終身といえども、やっぱりその、いろいろこう変遷をしてきたということと、党の GHQ 自身の中でも非常にその意見が2つに割れたということをですね、だから、まあ、有名な話として、まあ、先ほどの憲法の話になっちゃうとすると、例のドワイト・アイゼンハワーが戦後日本に来た時に、まだこの憲法使ってんのって驚いたっていう、あの笑い話のような本当の話があるくらいで、ちょっとそのまあ我々真実を知って軌道修正する方に頑張っていかないといけないっていうことを、私も微力ながら、お話をこれからもしていければと思います。ご清聴どうもありがとうございました。先生どうもありがとうございました。矢木先生は登山家でですね、しかも植物をものすごく愛する、もう本当に自然の懐に抱かれてお損失になられている、まあ、いろんな哲学的なことも深い知識を増強深いんですが、私は矢木さんがなぜこの終身選ばれたかよく、まあ、分かりましたね。それで終身というのはアメリカでもですね、教育直後は採用しているのに日本では教えないという変なことになってますが、GHQ はやっぱり立派な人間を、日本人を作りたくないわけですよね。で、バッファンの時は寺小屋といって、コンビニよりもたくさんある寺小屋の中でフェイス・トゥ・フェイス、この こいつをどうやって育てるかということで、その一人一人に対する人間教育をしていきましたよね。だからああいう獅子たちが育ったと思うんですが、今そういういわゆる人格教育を全くできていません。単なる知識教育だけなので、この終身というのはものすごく重要なテーマだと、これからも追いかけていかなきゃならないテーマだと私は思います。それで動画を今度竹内久美子先生が、まあ、京都におられますので動画のメッセージをいただいております。はい、国民霊峰を書かれました。3、2、1。こんにちは、竹内久美子です。本日は、日本の教育を取り戻せ憲法記念日特別講演にお越しいただきました。ありがとうございます。私は京都におりますので、このようなビデオメッセージで説明させていただきます。私は、このこちらずらっとあります、ハード出版の復刻版の教科書のシリーズで、国民連合、小学生を対象にした国民連合の解説を書かせていただきました。この話が回ってきた時に、まあ、前に書かれた皆さんの顔ぶれとかを拝見して、あ、私もなんか、愛国者と認定されたのかなというふうに ちょっと嬉しく感じました。ただ、まあ、私はこの連合って言われると礼儀作法とかすごく苦手な人間でして、例えば茶道の狭い茶室の中でずっと正座して、で、この鎖国の部分なんか背負って言われたら多分逃げ出すようなタイプなので、まあ、よりによってなんで私が英語なんだっていうふうに思いましたけれども、中身を読んでみますと、確かにいろいろ礼儀作法がありますけども、この本の中で特にこれが素晴らしいと思ったのは、国家、家の国家ですね、国家とか国旗、それから歌の方の国家とか、それから皇室についての、それから大国との関わりといった、まあ、言ってみれば国家観ですかね、っていうものを
幼いうちから、その、うるさい形じゃなくて、さりげなく考えてみましょうよっていうふうに提示されてるのが素晴らしいと思いましたので、解説も引き受けましたし、そういうふうなことを中心に書いてみました。で、どうしよう。どうしよう。そのようなことでして、これの目的は何ですか。新日本人教育ということです。で、ちょっと話ずれますけど、私どもは皇室を敬うことや皇室がいかに日本にとって大事なのか、国家の国旗もいつもそうなんですけども、というのは割と誰にも育ったわけでもないのに、割とその絵が出てきたんですよ。で、つらつら考えてみますと、結局私の親の世代とか、私が子供の頃の周りにいた大人というのは、すでに戦前、戦中にそのような教育を受けてきていて、で、戦後までの私は、女装教育を受けなくて、なんか知識を得て、なんとなしに分かったという状況であったと思います。で、子供っていうのはやっぱり教えてもらわないと、なかなかそういうことってわからないと思いますので、だからもう今の大人、大体専門家ですけど、専門家の大人、ね、ばかりで、で子供時代にそういう教育を受けなかったりして、親とか周りの大人からは聞いたかもしれませんけど、学校とか直接は聞いていないという今状況にあると思いますので、これはちょっと油断していると、戦後全部素晴らしい教育というのはだんだん薄まる一方だと思います。ですので、こういった本が復興グランとして出されて、人々が手に取るということが重要になってくると思いました。で、ここがですかね、いいですか。すいません、講演の途中にちょっと撮影したのでちょっとうるさくてすみません。国民霊峰というのはですね、非常に小さい頃から皆さん鍛えられたと思うんですが、日本ではその霊峰はやっぱり茶道で皆さん修練されたということで、その茶道は武士のたしなみと男がずっとやってたんですよね。今お茶は女性の方がやっておりますけど、男がその茶道を通じて学ぶ、茶道を通じて人間と人間とのその何ていうかな、触れ合いを自分をこう測るというか、そういう物差しになった、そういう霊峰があって、これ日本の霊峰がお辞儀でやりますけど、これが感染対策にもなったという話もありますし、日本の霊峰もこう調べると非常に意味の深いものがあるんだろうと私は思います。それでは最後に高須先生の高等科修学通信の件に関してどうもお願いします。会場にお集まりの皆さん、こんばんは。高須克也です。本も順調に売れてるようでおめでとうございます。国を守るために一番重要なのは子どもたちに対する教育です。教育さえしっかりしていれば、いくらその国が財政的に危なくなっても戦争で負けようとも必ず復興できます。この一番大事な精神的な支柱になる教育を子どもたちに与えてやるのが、もう余命いくばくもない僕の望みです。できることなら、この今のその子の教科書を、今の子どもたちの教科書にしてもらいたいというのが僕の望みです。姿勢、勇気、孝行、子どもたちの知らない単語をこれからみんなに教えてやってください。遠くから見守っております。ありがとうございました。またお会いしましょう。イエス。高先生は、僕はこの戦争で戦って死にたいと、そうすると靖国神社にずっと祀られて、もう何代も靖国神社を祀ってくれるということで、靖国神社の挨拶されていましたけども、終身の最大のあれは
国家のために準ずるという精神をいかに養うかということが究極だと思います。先ほど三浦小太郎さんが私はルワンダの国民だって言って、まあ、強姦されて亡くなったという話がありますけども、いざ我々はその睦み合う新入りの中で我々は生かされている、その生かされている共同体国家が潰されようとしているときに身をもって命をかけてでも守るという、これが最終的な私は終身の極致だと思います。だから高橋先生が言われてた終身の肝をねちょっとお話をされたと思います。それでは、新しい歴史教科書作会の副会長の藤岡信川先生に総括をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。藤岡先生はですね、2日前にこの終身の本を全部投票してどうかして今来ておられます。紹介してください。はい、藤岡でございます。終わりの挨拶をするようにということでございますので、与えられた時間が10分間ですから自主規制で、キッチンタイマーを持ってまいりますので、10分間になったら自動的にやめますので、今日はありがとうございました。この復刻版を出していただいて本当に今私も感謝しております。拝読してですね、一番感じたことを、実は佐波さんが、この解説の中で書いておられるので、私もこの感覚ぴったりなんですね。四季があるんですね。季節感が春夏秋冬、その四季に応じて感じ取られることを、特に国語修辞の教科書で書いている。そして、ちょっと読んでみますね。佐波さんの文章ですよ。この教科書には春が訪れます、夏が来ます、秋が深まります、冬を迎えます、鳥は歌います、犬がかけてきます、花が匂います、木々が燃えます、父が守ります、母が慈しみます、兄弟姉妹が寄り添います、祖父母が見守ります、この教科書には日本がありますと、こう書いていらっしゃるんですね。まさに私も同じ実感を持ちました。そして本当に懐かしい日本に出会ったという思い、子供の頃かすかに感じていた日本に出会ったという思いを教科書全体を通して強く感じました。で、先ほど矢作先生が、私は職業が何かでなくてその前に日本人だとおっしゃいました。安田芳十郎さんが人は人間として生まれてくるのではなくて、国民として生まれてくるんだという文章を書いてますね。ちょうどこれはルソーと正反対のことなんですね。ルソーはまさに国民じゃなくて人間として生まれてくるんだということを彼は言ったわけです。ですからそのルソーの思想に対する最も先鋭的なアンチテーゼは安田さんや今日の矢作先生のお言葉だったというふうに思います。これは本当に考えてみれば含蓄の深い言葉だと思うんです。で、私は教科この7種類の今日、取り上げられた7種類の教科書を通読して絶えず耳に響いてきた言葉があります。で、それは日本よ国家たれということです。誰かが言った言葉ですよね、有名な。でも日本は国家たれっていう声が天井の方から絶えず聞こえてきたような気がいたします。日本は今国家じゃないんですね。いや、形式的には国家ですけど実質的には国家の手を成していません。エマニュエルとかいうですね、植民地総督みたいな男がいて、でこれが全部命令を出して、そしてそれにまさに霊従して、一言一言それにその指示通りに動いているのが今の自民党政権です、自公政権です。これは本当にひどい話で、私は、この教科書がですね、
まあ、いわゆるその戦後の教育学の中では国家主義だとか軍国主義だとか散々足詰まに言われて、私もその中にずっぽり使ってきたんですけれど、だから正直言ってですね、初等科国史、ですね、歴史関係3冊出てるわけですね。で、今日ね、三浦小太郎さんが、対象にしたのは高等科国史ですね。で、高等科っていうのは高等学校じゃなくて、尋常小学校、まあ、戦時中は国民学校ですね。国民学校の高等科というのは6年終わって、さらに2年、まあ、あくまで小学校の延長なんですよね。だから今の学年でいうと中学1、2年が学ぶのが高等科国史ですけど、これ読むのはまあ正直やっぱり私も戦後教育を受けたので、鼻からこう書かれるとですね、なかなか辛いものがあるんです。読みにくいというかね、ですけど、でその前に初等科国史があって、高等科国史があって、それから別系統で中学校、女学校等々で教わる中等歴史があります。で、まあ、これはもちろんこの場合には東亜及び世界史、まあね、アジア史ですから、まあ、対象は違うんですけど、教科書として一番よくできているのは私は中等歴史だったと思うんですね。それから2番目が初等科歴史 で一番読むのが辛かったのが高等科歴史ですね。でもこれは全体として戦時下で書かれた教科書だということをまずは大前提として、まあ、捉えなきゃなんないと思うんですね。で、三浦さんがどうしてその高等科国史を対象にして今日、話すことになったのかということを私なりに推測しましたけど、おそらく中学校段階だからということが一つあるかなと思っていたの、まあ、想像していたんですが、まあ、これはハート出版さんからこれを取り上げるということだったそうで、私はですね、ぜひしかし、まあ、三浦さんはこの解説の中で、この教科書をですね、断固として何言いますか、まあ、擁護してって言いますか、この精神で戦った、ね、日本人を、誰が批判できるかということをはっきり書いてくださってますからよろしいんですけども、ぜひこの3冊ですね、歴史に関心のある方はこの3冊をまとめて読んでいただきたいなというのが私の希望であります。それからですね、今日お話が出た小野木さんの国語の教科書の解説の中で、系統学習と問題解決学習というですね、これはまあ教育学の方のが、まあ、ジャルゴンといいますかね、業界用語みたいなものなんですが、そのことを触れておられるので、ちょっとだけコメントさせていただきたいんですが、先ほど小野木さんにもですね、小野木さんの YouTube、私もかなり拝見しておりまして、いろいろ刺激を受けて、まあ、アイデアにですね、本当に感心しているんですけど、残念ながら、この小野木さんが書かれている、系統学習、問題解決学習というのは、ちょうど意味が反対になってまして、で問題解決学習っていうのは答えがあると、で答えがないのが系統学習だというふうな書き方をされてますが、それは大体教育学の概念としてはちょうど正反対なんです。それで系統学習の方はですね、どういうイメージかというと、千葉県に白鳥秀幸さんという高校の校長先生がいらっしゃいまして、でこの先生がものすごく荒れた高校に赴任したんですね。で掛け算の九九がマスターされてないと、でその子供たちをですね、白鳥先生は小学校の九九から始める、それから足し算から始めるっていうですね、カリキュラムを開発したんです。学校の先生と一緒になってね、それでこれを学び直しと称して、ずっと実践したんですね。で目の前いる高校生が九九が分からなくて、他の、ね、高校のカリキュラムができるはずないわけですよね。ですけどこれをですね、全部小学校から高校まで数学の体系がありますから、それに沿ってですね、全部高校レベルまで到達するプリントを作ったんですよ。でこれはそういうことが学問の体系があるからそれができるわけですよね。こういう学習のあり方を系統学習っていうんですね。
ですから系統学習はやっぱり非常に重要なので、そのでまあ、あの人の議論はとても面白い議論で、あのぜひ読んでいただきたいんですけど、あのそこだけ私、まあ、気づいたので、これ言わないのは逆に不誠実だと思いましたので、ご指摘させていただきました。でも、あの議論はとても面白いですから、ぜひ読んでいただきたいなと思います。それで、三浦さんがおっしゃった、作る会の教科書も国史教科書ではないとおっしゃるのは全くその通りでありまして、あ、ついでに言いますと、佐波さんがおっしゃってくださった神話から始まるのは自由者の教科書だけだとおっしゃってますが、これ間違いでありまして、神話から始まるのはあの武田常康先生の教科書で、これは検定に不合格になっております。 ですから私たちの教科書は普通の教科書通り、あの考古学から始まってます。ただですね、戦前の教科書と比べて大きな流れは変わってないという感じが逆にしました。一番違うのは初めが考古学が入っていることですけど、私はね、これは逆にいい結果をもたらしたと思ってるんですよ。一頃考古学から始まるっていうのを盛んに批判しましたけれども、考古学がさっきあの宮崎さんがおっしゃった通りです、考古学から始まることが逆転したんですよ。つまり神話で書かれていることやなんかが、あるいは古事記、日本書紀に書かれていることが逆に裏付けられたというのがあります。時間ですから終わります。ありがとうございます。社長にみんな盛大な、ちょっとあの今お二人からなったんですが、あの登壇された方にあの盛大な拍手をまたよろしくお願いします。本当にありがとうございました。あの今この教育という国語教科書についての話を、まあ、あの中心にしましたけども、私今日本党というあの日本の心をもっと学ぼうよということで朝6時ぐらいからズーム会議をずっとやって聞いてるんですけども、それはいろんな華道だとかあの踊りだとか音楽だとかあるいは薬だとかいろんな分野の日本古来のものをみんな学ぼうということでやってます。で、まあ、今日はあの例えば音楽ですけども、あのよくふるさとのうさぎおいしい狩野山という音楽ありますけども、今の小学校の先生にうさぎおいしいんですかって小学生に聞くと僕食べたことないからっていうそういう答えが返ってくるくらいに小価値の歌われなくなっているんですよね。で、その歌だけじゃなくて、私は自衛官ですけど軍歌を歌い継ぐということで加瀬先生から言われて、軍歌を歌い継ぐのやったんですけども、本当に軍歌がどん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 聞かれなくなる。で、私自衛官ですから今日もあの憲法記念日でいざ自衛官が出る立場になってちゃんと法的な制御をしようということなんですけども、その前にその軍歌、国民が自衛官を、まあ、出てくる時に応援する応援歌もないんですよ。もうあのね、阪神の応援歌とか巨人の応援歌はありますけども、自衛官が国家のために出てくる時の応援歌がないんですよね。だから私いずれは自衛隊の歌姫にですね、あの自衛官を送る歌を作ってもらってですね、みんなで歌えるような状況を作りたいと思います。そういったあの歌もそうです。ありとあらゆるところに日本というものは消されているのが今の現状です。で、早くから英語教育をしてうんぬんというの話がありますけども、グローバリゼーションの中でもどん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 その日本の文化がこう消されていくということを止めなければグローバリに勝てないですよね。だからぜひともその教育が一番の基本ですけども、いろんなところで我々は日本というものを先祖から受け継いだ日本のいろんな伝統を、日本はあの教えじゃなくて道なんですよね。全て道だから全てこうやって学んでいく、自らそれを学ぶということが大事なので、日々研鑽の毎日だと思いますので、どうぞこれを機会にまた子どもたちにもですね、そういったことを普及できるような
親になっていただきたいと思います。今日はどうも本当にありがとうございました。